こんにちは、オーシャン東京原宿代表の三品です。今日は、コーラというアプリを紹介したいと思います。では早速ちょっと使ってみたいと思います。で、今開くと僕もちょっと登録してあるんですけど、初めになんかジャンルから選ぶっていうところで、いろんなジャンルこういうふうにあります。人気の YouTuber だったりとか、J-ROCK だったり、いろいろなジャンル、アーティストさんだったりとか、タレントさん、芸能人の方、芸人さんの方などいろいろいます。で、好きなアーティストさんを選んでもらって、で使ってみるってやると、ワンオクロックが好きなのでワンオクをフォローしてるんですけど、何が便利かっていうので、フォローしてると、ここに見ていただけると、ニュース、ワンオークの、関連のニュースがたくさんいっぺんに出てきたりとか、動画や音楽が出てきて、ちなみに僕のかげろうっていう歌だったりとか、あとは、ピアスっていう曲が好きです。で、音楽の他にもイベント、ライブイベントの情報だったりとか、そのイベントが、チケット発売、いつなのかっていうのも出てきたりもします。あと、その、メンバーの SNS、公式の SNS だったりとか、個人の SNS、Twitter だったりとか、Instagram だったりとかが、ここでいっぺんに見れるので、まあ、SNS も見れるし、動画も見れるし、ニュースも見れるし、そのチケットの情報も見れるっていうので、フォローしとくだけでいろんな情報がいっぺんに集まるので、とても便利で使っています。で、さっき YouTuber っていうのがあったと思うんですけど、ここでちょっと僕の名前を検索してみようかなと思います。西野公平で出てきたので、で、フォローボタン、この右のフォローボタンを押してもらえるとフォローされますので、ぜひフォローしてください。で、フォローしてもらえると同じように、僕の場合 Twitter と YouTube が出てくるんですけど、まとめて見ることができるので、とても便利なので、ぜひコーラというアプリを使ってみてください。で、他にもなんかできることがあるんですけど、自分が好きなアーティストだったりとか芸能人をフォローすると、それに関連してる人だったりとか、それにジャンルが似てる人も紹介出てくるので、新しくなんか好きなアーティストさん探したりとか、芸能人探したりとか、するときにも便利かなと思うので、ぜひ使ってみてください。ちょっと口下手なのでうまくちょっと説明できないんですけど、暇な時とかこれでニュース見てると結構面白いものも出てくるので、例えば今出てるのはワンオクロック最も検索された時間帯はとか、グオンのかっこよさワンオクロックのとか、いろいろ出てくるので、本当に電車とか、まあ、バスとかタクシーとか移動時間にこれ見てるだけでも簡単に時間潰せちゃうので、すごい重宝します。で、今登録してるアーティストさんだったりとか芸能人の方と、今旬の方がバーって今出てくるんですけど、僕登録した時よりも全然増えたなと思うので、多分これからまたどんどん人が増えていくのかなと思うので、それも楽しみにしています。結構スポーツ選手とかもいるので、スポーツ好きの方にもいいかもしれないし、すごい芸能人の方も結構いっぱいいるので、芸能人が好きな方にもおすすめです。で、海外の音楽が好きな方も
出てくるので、こういうふうに結構広いジャンルの方が楽しめるアプリかなと思うので、ぜひ使ってみてください。最後まで、見ていただいてありがとうございます。ぜひコーラというアプリ使ってみてください。